きます。はい、到着しました。白原ですね。おはようございます。ありがとうございます。着きました、白原。小座から白原まで990円で乗れました。で、次のバス停からまた料金変わっちゃうんで、はい、まあせっかくなんで、こう、宜野座村とか散策してみたいと思います。すごいね、セミの、セミかな、これ。沖縄のセミ。大きいね、このハイビスカスとか。でこっちが、あ、宜野座村の文字ですね。行かないような鳴き声だね。ここは道の駅かな。あ、海が見える。おお、いいとこですね。今日はね、道の駅宜野座がありますね。ちょっと寄ってみましょう。なんかこれすごくないですか、これ。何の実だろう、これ。何だろうね。あんまり見ない実ですね、これ。うわ、いいね。沖縄の実。こっちは道の駅宜野座、海に近いですね、ここ。はい、宜野座村のね、道の駅でマグロ丼食べてきて、美味しかったです、めちゃくちゃ。肉もね、身が厚いし味もうまくてびっくりしました。そしてじゃあサトウキビ茶ですね。これもこれね、宜野座村の商品作ってるそうなんですね。これ初めてこれ見えるんで、甘そうですよね、サトウキビ茶で。あとね、南東っていうなんか謎のお菓子を売ってたんで、それもちょっと買ってみましたんで食べてみましょう。南東がね、こういうやつなんですよ。これ初めて見る。なんと、これ食べてみましょうか。食べてみますね。これこういうやつなんですけど、いや、虫菓子って書いて、虫菓子って書いてありますね。あ、こういうプルンとした謎の、いただきます。
あ、すごいふわっとしてる。うんうん。あ、これ美味しいな。なんか食感がなんだろう、こんにゃくゼリーを柔らかくしたような感じで、すごいなんかね弾力あるんですけど、ふわっとして、で味があれですね、あの黒糖ですね、黒糖の香りがすごい広がる。うん、甘さもそんなに強めじゃないので、あっさりしていて食べやすいですね。これ美味しい。ウイローみたいなあれかな、ウイローよりももっと柔らかい感じ。うん、初めて食べたけど美味しいです。これ大事で素朴な味ですね。もう本当に変な味付けもしてないでシンプルな味で、めちゃくちゃこれはいいですね。うまいです。やっぱこういうねご当地グルメ食べないとね。あ、サトウキビ茶もすごい甘いですね。ほんのり甘みが口の中広がりますね。これも美味しいです。はい、いかがだったでしょうか。和地散歩宜野座編ですね。とってもいいところでした。ちょっとねまだ道の駅と海しか見てないんですけども、それでもね、美味しい宜野座のグルメも堪能できましたし、またねちょっとここ行きたいですね。何、ちょっとバス待ちながらエンディングをやってますけども、というわけでね、宜野座村編でした。またねちょっと沖縄いろんなとこ行きたいですね。海もちょっと眺めてエンディングです。さようなら。